あら、キャプテン。今度は私の稽古を見に来たの？そんなところかな。相手がいた方がいいなら稽古に付き合うよ。助かるわ。それじゃあお願いしようかしら。私の演技に合わせて決まったセリフを言ってちょうだい。焦らず、力まず、自然体でいいわ。さあ、それじゃあ始めるわよ。あら、珍しい。あなたが私の部屋に来るなんて。雨でも降るんじゃないのかしら。それはひどいなあ。君の部屋に行かないのは。帰って。もう部屋に来ないで。怒鳴る人は嫌いなの。全然ダメ。わかるわよね。大声を出せばいいというものじゃないのよ。私はあなたの恋人で、親の仇じゃないわ。もっと優しくしてちょうだい。それで、今日は何の用なの？いいこと？悪いこと？ちゃんと言って。俺と結婚してくれ。俺とずっと一緒にいてほしいんだ。嫌よ。ずっと一緒なんていられない。だってどちらかが先に死ぬんだもの。だからお願い、死ぬまで私と一緒にいると約束して。最後に手を握ってくれる相手があなたなら、私の人生は幸せだったと誓って言えるわ。だから。うん、今の演技で大正解。いい演技をするわね、キャプテン。想像以上に難しかったよ。アナスタシアの凄さが身に染みて分かったよ。あなたも筋は悪くなかったから、練習すればものになるかもしれないわね。本当かい？お世辞でも嬉しいな。ただあなたは発声や演技よりも本物の恋愛の練習をした方がいいのか。よかったらそれも私が付き合ってあげましょうか。
入って。新商品が入ったで、見たってや。お、さすが神山さんや。そいつは新商品やで。ええもんやろ、それでええか。毎度あり。またよろしく頼むで。どなた？スミレさん、ちょっと質問が。何かしら？
神山くん。二度作戦に参加した歌劇団の隊員はゲントに共に封印されてしまったと。その失礼ながら、どうしてスミレさんはテートに？あの時私の霊力はもう尽きかけていましたの。要するに使い物にならなかった、そういうことですわね。それは、本当に良かったです。スミレさんが帝都に残っていてくれて。よかった？どうしてですの？だってスミレさんがいてくれたから帝国歌劇団はまだここにあるんですし、スミレさんがいてくれるからみんながまた平和な帝都に戻ってこられるんじゃないですか。あの方と同じようなことを言いますのね。え？何でもありませんわ。それより神山くん、歌劇団体制しっかりね。はい。帝都にあのようなものの侵入を許すとは、ミズ S、 どういうことかね。お飾りに過ぎんとはいえ、仮にも帝都を守る帝国歌劇団、このような体たらくで一体何をしているのか。やはり荷が重いのだよ。歌劇団というシステムに限界が来ているのだ。ミズ S、 帝国歌劇団にゲントは任せられない。経験はどこにある？さあ、存じ上げませんわ。私はもう現役を退いておりますもの。定権が使われたあの作戦、二都作戦にも参加していませんでしたから。二都作戦は確かに成功した、かろうじてだが高魔王の封印に成功したのだ。だが覚えているはずだ、犠牲はあまりにも大きかった。今やかつてのような強大な歌劇団はない。残された力ではコウマどもに対抗できんのだ。我々は力を結集する必要がある。世界中に散らばったバラバラの歌劇団ではなく、一つの強大な力を持った歌劇団にする。世界統一歌劇団構想。そうだ、統一された世界歌劇団、それこそが我がウルフの使命。今回の歌劇団対戦でその候補を選定する。実力、そう、純粋な戦闘力で優劣を決め、最後に勝ったチームを中核とし、かつてない力を持った歌劇団、
ウルフ歌劇団を立ち上げる。そして帝剣はウルフ歌劇団が守るの。それでこそ世界は守られる。仮に歌劇団を統合したとして、都市防衛構想はどうされるおつもりですか？守るだけでは何も解決しない。ウルフ歌劇団の総力をもって一挙に敵本拠地に攻め込み殲滅する。そのための歌劇団だよ。最強の歌劇団が甲馬どもを滅ぼす。それで万事は解決する。対戦の日になっちゃいました。本気の戦いか。相手は誰になるんでしょう。よっ、どうしたどうした、しけた面してんじゃねえか。そんなんで歌劇団対戦をどう戦おうってんだ。シャオロンさん、ユイさん、ま、お前たちがどう頑張ったところで所詮敗北はもう決まったけどな。何ですかそれ、どういうことですか。歌劇団対戦1回戦の相手はあんたたちに決まった。え、なんだよ、いきなり上海と戦うのかよ。よりにもよって残酷です。そうか、所詮は上海歌劇団が相手か。なら正々堂々戦おう。お、かかってこい。いいですね、男の人たちって。隊長もシャオロンさんも本当に戦う気なんですか。おいおい、どうしたってんだよお前たち。いつもの威勢はどこ行きやがった。なんか悪いもんでも食ったのか。なんならチャーハン作ってやるぜ。そういうんじゃないって。けどな、シャオロンさんは平気なんですか。私たち同じ歌劇団なのに。同じじゃねえよ。俺たちは強い歌劇団、お前たちは弱い歌劇団だろ。守りたいものは何、さくら。私の守りたいもの、覚えてるよ。私は動かない後部の中でそれでも決して諦めないと叫んでいたね。自分の夢を諦めないと。それなのにあんたは今ここで諦めるつもりなの。答えてさくら、あんたは夢を諦めるの？いいえ、諦めません。私は
絶対諦めません。なら私たちと戦って、どんなに辛くても私たちと戦うの。あんたの立ち向かう勇気をもう一度私に見せて。ユイさん。わかりました。私ユイさんと戦います。全力で。助かったよ。何、最初から負けてるやつと戦っても楽しくもなんともねえからな。けどこれで面白くなりそうだぜ。よし、よく聞け帝国歌劇団。お前らの相手こそアジアの竜、我ら上海歌劇団だ。全身全霊で来い。瞬きする間にほふってやる。